サイムさん、いつも調理動画を送っていただきましてありがとうございます。速稼塾の久保です。私もね、毎日自炊をするものとしてちょっとミスタイムさんにね、何点かお伺いしたことがありますので、今回質問動画とさせていただきます。というのがね、今回は食材のことではなくて栄養素のことではなくて、こういった調理器具のことなんですよね。トングがあったりヘラがあったり、それからこれアクリルのお皿です。またですね、実際に盛り付けするための小皿とかありますよね。こういった網もあると思います。で、私は基本的にこういった重機っていうのはですね、金物屋とかホームセンターで買うようにしてます。中には通販もあります。でも近所にダイソーとかね、その他100円均一と言われてるものが結構ありますよね。で、そこでも似たようなヘラとかトングって手に入るんですよ。でも極力そういうところで買わないようにしてるんですよね。というのが、私にもちょっとね、懸念点というか不安材料がありまして、格安で作られてる調理器具にはそれなりの事情があって、安全管理がなされてないんじゃないかなと思うところです。例えばこういうヘラが格安で作られてるとしたら、その素材が結構乱暴なものではないかなと思うんですよ。で、直接料理をして、これなんてのはフライパンでね、こそいだりしますんで、ちょっとずつここが溶けて食材の中に溶け込んでいって、体に有害なものが入るんではないかなというふうな懸念があるんですよね。またこういったお皿も同じです。あまり気にしすぎなのかもしれませんけども、このお皿の素材ってのも土でできていたり、その他化学薬品が塗り込まれていたりします。そういったものを日々口にするときに、どうしても体内に入るんじゃないかなっていう懸念があるんですよ。こういったザルとかもそうですよね。さっさっさと水を切るのに使いますけども、やっぱりいいものを使いたかなと思うんですよ。というのが、一回買うとこれってのは年単位で使えるものじゃないですか。場合によっては10年とか20年を調理というね、生活を共にするものですから、多少これが100円でなくても3000円くらいでも、まあ、長く使うんだったら、割安ではないかなというふうな気がするんですよ。まあそういったことが様々ありながら、全部が全部ね、いいものに揃えることはなかなか金銭的にも、それから物質的にもできませんけども、なるべくなら選べるんだったら、まあ格安のものは避けてね、焼き物だったら、有田焼きとか、最近災害に遭いましたけども、輪島塗りですか、ああいったものとかね、それから備前焼きとか、こういったものの、まあ価格が抑えられたものを、観光地などで買ってきたりとかね、金物市で買ってきたり、朝市とかでもね、こういった陶器が売ってる例っていうのがありますんで、そういうところで、買ってきたらどうかなというふうに思うところがあります。特に私の場合は、飲食店をやってましたので、飲食店関連で、まあ倒産したところからね、いろんないい食器を未使用のままもらうことがあったんですよ。それを未だに使ってるって経緯がありますね。で、今回の動画なんですけども、まとめてお話しますと、安い食器や重機っていうのは、体に悪いんではないかなというふうな懸念です。どういうふうに思われるでしょうか。また返信の方をいただければ幸いでございます。それではよろしくお願いします。